Soccer Japan Marika Yoshihata。 萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、後半3ホール終わりまして4ホール目なんですけど、結構あれですね、これ池越えるのちょっと距離が。そうなんですよ。これ越えるんですか、ドライバルって。池、まあ、池越して一番手前のところで132ヤードが。どこで、あの黒いとこぐらい。ああギリギリ。そうです、そうです。あ、130ぐらいなんだ。そうなんです。じゃあ本当ちゃんと当たればっていう感じ。ちゃんと当たります。ちょっと当たりますか。わかりました。誰と喧嘩してんだって話ですね。ちゃんと当たります。そうだね。え、ちょっと行ってみようかな、そろそろ。うん、パー4で277ヤードです。はい。いや、そこにカモいるんだよな、大丈夫かな。いや、ちゃんと当たれば。そうですよね。大丈夫です。親子に当たらないといいな。いいよ。おおおお。いいじゃないですか。やりました、やった。毎回目の前に池があると思ってったらいいんじゃないですか。そうですね。え、なんかカモにやっぱ当たらないかもしれないですね。じゃあ俺前からと思うか。そうしたら当たります。そうしたら当たりますもん。いやー、ナイスショットです。やりました。なんか気持ちよかったな。いいですね、いいですね。行きましょう。はい、今日なんかちょっと5番ウッドが調子がいいので欲を書いてみようと思います。はい、155ヤードです。うん、ヒヒ。なんかいいんじゃないですか。はい、なんかいいんじゃないですか。おでもなんか得意なクラブで絞ってね。はい、そうですね。いいですね。いいですね。ピンまで56ヤードでピッチングでやります。ちょっとハーフな感じで。力半分で。よいしょ。うわ、ちょっと軽かったか。全然軽いわ。しかもなんか見てませんでした。多分見てたと思う。くそー、見てくれてたのに、いいとこ見せれなかった。パターでもないのに、なんか止まって待ってくださってましたよね。はい。しかもなんだみたいな感じで、なんか立ってた感が、あの先入観ですけど、そんな気がしちゃって。うん、なんかね。わかります。わかる。わかります。なんだそのレベルかみたいな、ブーンっていった気がします。うーん、むずい。先生、森さん、平たくないですね、どこも。とりあえずこの距離なんで寄せます。まあまあまあ、うん。やまびこ。ちょっと頑張ろうかな、その一発は。いつも頑張ってるんですけど。いや、オッケー出して。あ、なるほどなるほど。うん、ちょっとある。かしこまりました。あ、そういうことですね。うん。オッケーです。フォーモン、フォーパット。もう8です。まあ。やっぱりなんか今回本当にグリーン周りとパターがですね。ダメダメですね。ですね。噛み合わない。次行ってみましょう。そういえばワンピース見てらっしゃるじゃないですか。はい。他なんか見てるんですか。え、もうすっごいネットフリックスは見漁ってます。あ、
なるほどね。パンドラに始まり、アニメも最近あのスパイファミリーって、うん、知ってます？知ってる。あ、本当ですか？もう見てたりとか、うん、もうなんかみんなが面白いよって言ってくれたものを片っ端から見てます。へえ。なんかアニメもともと見ない。好きなんだ。ああ、もともとは見なかった。見ないけど、なんか友達が面白いって言うから、うん、見たら、で見てハマる。ハマる。ああ。とりあえずやってみるタイプですね。なるほど。見るタイプ。うーん、面白い。ていうか、もしよければなんかおすすめのやつ教えてほしいです。皆さんの面白いのあれば教えてほしいな。今もうカンドラをとにかく見漁ってて、全然日本でも、海外のでもいいので教えてほしいです。これ面白いよってやつ。面白いよってやつ。怖いやつも大丈夫なんですか？あ、それ以外ですね。そうですね、ちょっとゾンビとかこうびっくり、動機がしちゃうやつは無理です。じゃあホラー以外ですね。ホラー以外でおすすめ、うん、うんうん。最近ファーストラブも見ました。ご存知ですか、ファーストラブ。あの佐藤健と満島ひかりさんのやつで、なんか最近結構バズってるんですよ、巷で。めっちゃ良かった、泣けるみたいな。なるほど。泣かなかったんですけど。じゃあちょっとコメントください。欲しいです。ぜひ見漁ります、それを片っ端から。パー3で109ヤードです。はい、9番を使います。はい、9番でしっかり振ります。はい、お、やりました。今回珍しい。うん、まあちょっとあれだったけどね、なんかダフリっぽかったけど。 そうですね。でもね、右に行くのが一番ここは。そうですね、危ないから。怖かったから、ここは狙わなきゃとか言ってとか言って、ピンまで40ヤードです。56と使います。うん、あら、やばいか。ちょっとあれですね。ねえ、かわいそうな跳ね方を。捕まっちゃいましたね。お、つま先下がり教えてもらったの。何だったっけ。教えてもらったのに。今取っちゃいましたよ。やばい、カット。いや、ダメです。先生にバレたくない。いや、大丈夫です。どんな、流します。どうだったっけな、なんて言ってたっけな。先生、ちょっとやります。まあ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 。いや、怖かったんだよな。なんかまた下っていっちゃうんじゃないかと。うん、そうだよね、越えちゃうとね。ああ、だだだだだ。オッケーです。 ありがとうございます。あ、じゃあ、すごいか。もう怖いです。いや、多分グリーンが本当にいろんな感じでこうせめぎ合ってるから。はい、なん、ねえ、むずいですよ。平たくないもん。本当に普通そうか。パー4で286ヤードです。真ん中を狙います、もちろん。で、お、強いぞ。多分弾けて真ん中、うん、近くまで行ってると思います。広がってそうですね。ナイスです。ありがとうございます。やった。これは大変ですよね。花道がないんだもん。そうよ、グリーン周りもないもん。そうよ、フェアウェイがないもん。行ってこいです。
うん。すごい。うん。ルーレットみたいに回ってる。いや、くぼみきついな。でも、しょうがないよな。でも結構落ちたから、はい、そんなに傾斜じゃなさそうなとこも落ちてればいいよね。結構落ちた方が逆に、そっか、狙いやすいか、次。残り53ヤードで、56度使います。どうなってますか？次の段に行ったって感じ。次のステップに。そう、3段って1段超えたっていう感じ。あ、次の段、本当だ。次の段じゃないですか。はい、あと1個2個です。いや、そうはさせないですよ、さすがに。いや、高いんだよ、もう。うまいんじゃない？お、持ってるんじゃないでしょうか。飛び級です。飛び級、本当に。こういうのはこれでいいんですって。どっかの誰かが言ってません？なんかパターでいいって聞いたことがある。パターっぽく。いいんじゃないですか。ナイスです。なんか独り言言ってたけど。OK です。悔しい、悔しい。5オン2パット、はい、よくできました。ありがとうございます。え、でもパー4ですよね。パー4です、うん。